日本のインフレ調整後の実質賃金は2022年度には過去8年間で最も減少したそうです。昨年3月期の名目賃金は 1.9% 上昇し、現金給与総額は32万6308円ということです。しかし 3.8% のインフレが賃上げを上回ったため、2022年度の実質賃金は 1.8% 減少したことがデータから判明しました。消費者の購買力と経済の半分以上を占める個人消費を後押しするためには賃金がさらに上昇する必要がありそうです。大手企業は今年過去30年間で最も早いスピードで 4% 近い賃上げに合意しています。これは高齢化が急速に進む中で労働力不足に直面し、優秀な労働者を確保するために賃金改善の必要性を日本企業が認識していることを示すものです。しかし日本ではバブル崩壊後の失われた30年の間、賃金はほとんど伸びていないです。これに対し他の G7 の国では同時期に約1.4 倍という非常に強いペースで賃金が上昇しているんです。こちら1990年からの G7 の賃金を表したもの。特に一番上のピンク色、これアメリカです。ものすごい強いです。そして一番下、紫色、今イタリアと同じくらいですけれども、それが日本です。だいたいアメリカの半分くらいになってしまってます。世界三大投資家のジム・ロジャーズは以前日本に関してこのようにおっしゃっています。これほどまでに賃金が伸び悩み、円安も進むとなると、将来的には安い賃金と円安を武器に日本人が海外へ出稼ぎに行くことも十分考えられる。これから若い世代の日本人が国内で成功するにはハードルがどんどん高くなるだろう。外に出ていく方が早いかもしれないとおっしゃってるんです。確かにこんなデータもあります。アメリカの首都ワシントン DC と東京の最低賃金で1日8時間週5日で1ヶ月間それぞれ働いた場合を想定。単純化するために税金等は考えず、1ドル138円として単純計算での収入を比較しています。まずワシントン DC で働いた場合の収入、ワシントン DC での最低賃金は16ドル10セントです。日本円にすると約2222円。1日あたりの収入は16ドル10セント ×8 時間で128ドル80セント。週5日勤務として1ヶ月で2576ドル。つまりワシントン DC での収入は1ヶ月間で約355488円。東京で働いた場合の収入、東京の最低賃金は1072円、1日あたりの収入は ×8 時間で8576円、1ヶ月の収入は171520円です。つまりワシントン DC と東京では最低賃金で働くと183968円の差があるんです。しかしちょうど昨夜このようなデータも発表されていました。アメリカでは去年2022年経済的に前年よりも悪化した成人が過去最多となったんです。これは FRB が昨日発表した2022年米国世帯の経済的幸福度調査の一部データによるもの。全体的な経済的幸福度は低下しているんです。少なくとも経済的に問題ないと答えた成人は 68% にとどまり、前年から5ポイント低下。 35% の成人が前年よりも経済的に悪いと回答し、これは2014年の調査開始以来最も高くなったということなんです。アメリカではインフレ率がピークとなる 9.1% から現在は 4.9% に低下しているものの、 FRB のターゲットである 2% よりははるかに高い水準です。またこのようなデータもあります。アメリカ世帯が保有する純資産額の平均値は約74万8000ドル、日本円で1億100万円。しかしそれを中央値で見直すと12万1700ドル、約1600万円なんです。これでも日本に比べるとかなり高いとは思いますけれども、何が言いたいか、アメリカ平均の賃金はどんどんと上がっているものの、インフレによって毎日の生活費も高くなっているため、経済的幸福度は上がるどころか下がっているんです。そしてこの純資産額の平均値と中央値の違い、これから分かるようにとんでもない格差がさらに大きくなっているんです。アメリカと日本それぞれが違った問題を抱えているんです。